あ、見ちゃう。これイカチューンですね。イカチューンです。まあ今までの、まあ、通常、まあ、こういう感じでですね、こうかな、ギアフックの愛にイカツールをかけて熱圧縮チューブで、まあ、炙って止める、うん、でそれがあの、まあ、これあの勝一さんのねイカツールってやつなんですけど、それがね非常にいいものが出たんですよ。で、あ、出てない、まだ出る予定です。こうやった方がいいかな。これ同じ勝一さんからイカツールの進化版みたいなのがね、どう違うかって言ったら、ここまずこれつまみなんですよ。ここをね持ってねセットできるから非常にセットしやすくなってます。で、ちょっとナット汁につけてる方で説明した方がちょっと分かりやすいんですけど、これねワンタッチですぐペッて取れるんですよ。これがもう最高。これすげえ、ね、でちょっとねこれ見えにくいんですけど、このシリコンの中にまあ輪っかというか管がついて、それがね根元が反対側がちょっと切れてるんですよ。でそこに向けて差し込みます。ギュッと差し込んでくるっとかけて、このシリコンをちょっと引っ張って、はい終わり。これはすごい。これいいでしょ。これはすごい。これめっちゃいいんですよ。これは嬉しいね。そうだから、まあ、今回はまあイカを釣ろうって準備してきてるんですけど、うん、まあ、例えば普段こうフラッキングメバルやってる方が、あ、なんかこうプラグ投げてこうヌンヌンって、あ、イカっぽい当たりあるなって時はもうリアだけピッと取ってサッとかけて入ってらっしゃいで終わり。素晴らしい。素晴らしい。これもうね、あの多分来年の、まあ、夏秋ぐらいにはね、こう2025年、うん、出てくるんじゃないかなっていう。これぜひね忍ばしておいたらライドゲームもっと遊べますから、ぜひぜひよろしくお願いします。